お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの超高回転 LJ デッキやっていきたいなと思います。でね、これもふざけてんのかこのデッキみたいなね、あの形してるじゃないですか。デッキ6強しかいねえじゃんみたいなね、あのデッキなんですが、これマルチにもね結構いますし、あとはグラチャレにも12勝されたり、あとは海外の YouTuber も紹介したりしてて、今ね急に、現れたもうエレジャイ頼りデッキですね。まあエレジャイが今ねアイスイザード型だったり、まあ、マザネク型とか、まあ、いろいろあるんですよ。ボーラーだったりダックプリだったりとかで、エレジャイがね強えんの、強くて、エレジャイ強えならその強えエレジャイを出しまくれば強えんじゃねっていうので多分生まれたと思うんですよね。で、それがですね本当に強かったっていうのが、まあ、今回のパターンですね。でじゃあエレジャイが何が強いのかっていうのは、あのまあダメージがやっぱ高いですね。タワーに届いてさえしまえばもう一瞬でね大ダメージで与えるのと、あとは攻めてる間に相手のユニットを、まあ、カウンター攻撃で溶かすことができるんですよ。でクラロワって、攻めたら相手からのこうカウンターが来るわけじゃないですか。攻めて守られて相手のカウンターを来て、それをまた守って、カウンターしての繰り返しだと思うんですけども、エリジャイはやっぱカウンター攻撃を持ってるので、こっちが攻めて普通はカウンター来る相手のユニットが溶けてるんですよね。でカウンターがあんま来ないっていうのがこのエリジャイのやっぱ強いとこなんですよ。なんか同じ感じだとやっぱラムライダーとかもね、なんか攻めながらこう相手のユニットとか溶かしたりするじゃないですか。まあなんかそういったところでねエリジャイが強いんです。防衛でもまあ一応ね使えますからね。防衛でも攻めでも、やっぱ攻めでも防衛でも使えるユニットはねクララで強いんですよ。防衛迫撃だったり、まあ、防衛ホグ、防衛で、ね、ターゲット取るなんか陸系になるウォールブレイカーとか、やっぱそういった感じはねもう強すぎるんですよね。さあというわけで高回転ね、エリジャイやっていくんですけど、まあ、このエリジャイの強いところは、まあ、もう一つあって、エリジャイ出さずに戦えるんですよね。回転が早いというか1コス系が2枚あってクエイクもあるので出さないでいいんですよね。エレジャー出さずに勝てる。なんならクエイクウッド削りで一生勝とうと思えばまあ勝てるんですよ。いやちょっとあの変なとこ行ったなテスラが。まあさすがに出しますけどね。でもこう様子見て無理にねエレジャー出さなくても戦える。一生クエイクウッドでイモって今だって時にエレジャーを出すのがまあパターン A だとしたら、もう一個がまあ回転がやっぱ速いところを生かしてエレジャイをケツから出して、でスケアイスピーロケット押しウッドで回して、もう一回エレジャイをね端前に出したりとかもまあ強いんですよね。さあイモリますそうそうこれがね強いんだ。あ三種だったんだ。なんか陸の神器デッキ的な、陸で攻めるデッキだと思ってましたね。さあまあ三種はクエイク打っていいと思うんですよね。結構削れますからねこれで。でロケット押しこれ優秀ですよ。範囲で行ってくれるんでね、まあ、これはいいヒースピですね。さあさあさあ、で三種となると、まあ、エリババがいるんでエリババだけちょっとめんどくさいかなっていうのはねありますが、でもエリババだけですね。あとはもうなんか頑張ればいけそうですね。頑張ります。ロケット押しがきついかな、相手はタルババなので。ロケット押しがきついのと、さあこのゴーストも嫌だな。一発二発ぐらいですね。まあでも端前エレジャイ出して攻めウッドとかを裂けば言うてそれだけでね相手はきついと思うんですよ。でなんならここはもうエレジャイからいっちゃいますね。ユニットからいってもユニットが端前で溶かされちゃうので、こうやっていってしまえば相手のあの左の30死2体を溶かせるんですよね。さあというわけでいい感じに守ります。いい感じに守れるかどうかは僕のね PS 次第ですね。でエリババサイターで2周目ね狙っていきたいですよね僕は。さあテスラがね働いて、テスラ働いて、さあエリジャイ行こうか。で3種来たら、まあ、トルネでも何でもねいろいろやってあげて、これがね強えの強えの。ヒースピがね多分来るんだよな。いやいい、めっちゃいい、決まった。でこれだけでねもうほぼワンパンレベルでダメージが入ります。いやワンパンして、本当にワンパンしてる、入りすぎでしょ。でこれちょっとあの足を遅めます。意外とね防衛クエイクはスケラとかにもね
で、スケラには結構必須なね、防衛方法かな。防衛クイックないとスケラとか、こうスケラ受けが意外ときついので、まあ困った時のクイックですね。ただの時間稼ぎですけどね。まあそんなわけでね、こんなのって言ったらこのデッキに失礼、エレジャイにも失礼なんですけど、でもエリジャイ強いんですよね。そう、もうこうやってね、エリジャイ出しとけば勝てますからね。今は本当に使った方がいいですね。でエリジャイなんか弱点がね、これ今までは迫撃砲プラスのマスケット重視とか、やっぱ施設なんですよね。施設が弱点で、また施設プラスのザッピーとかがね弱点だったんですけど、もうみんなね立ち回りを覚えたんですよ。エリジャイ使いの上手い人たちがどんどん新しい立ち回りをね見つけてって、なんかザッピーとかきついけど、なんかザッピーを裂いた瞬間に端前エリジャイとりあえず出して攻めるとか、なんかエリジャイって、まあ他のってゴレか、ゴレとかジャイで考えると、やっぱゴレの後衛にダクネだったり、まあ、ジャイの後ろにプリンスとかがいないと攻めの形としては弱いじゃないですか、まあ、なんですけどエリジャイの場合は後衛ユニットいなくていいんですよ。もうエリジャイさえいれば、ダメージがバカ入るんですよね。まあトルネかな、 C って言えばトルネ、エリジェイプラストルネがあればもう相手のカウンターも来ないし、何でも溶かせるんで、まあなので、うわー、いいトルネ、いい、なんかいい攻めやな、これすごいデッキだな。さあゴレっぽいな、でもゴレっぽいな、多分ゴレですね。っていうので、まあ、相手のねタイミング、相手のユニット、なんかエリジャイの弱点を使った瞬間に端前エリジャイが強いですね、マジで。さあというわけで、まあとりあえず今回はもうね、多分ゴレ対決、エリジャイとゴレの対決なので、まあケツエリジャイとかもエリジャイ出しまくっとけばなんとかなんじゃねっていう気はしてます。このロケ砲とダクネはねボコボコにできます。ロケじゃない、ボンバーとダクネはね、このプリンスだけちょっと厄介ですね、硬いんでね、なかなか解けないんですけど、まあウッドとかも使いながらね、できるだけ溶かしたいですね。僕からしたら溶けてくれた方が相手のカウンターが来ないんでね。さあでこのスケドロ、わあ、そんな優秀か、いや痛えな、いや端前エリジャイゼロではないと思うんだよな。いや後ろからでもいい気がするな。まあ後ろから行って、あのゴレを溶かしつつ、まあテスラもあるのでそんな感じでね行きたいですね。で全部トルネでやっぱエリジャイ付近にやりたいですね。カウンター攻撃持ってるので、せっかくならそこ生かしてあげなきゃ、いい目ないですからね。さあというわけで、クエイクでもいいのかな、ちょっとクエイクとか打っちゃって、いや思ったより全然解けてねえな全然解けてねえな。まあでも意外と防衛はそこそこ強いはず。痛いけど相手のライト助かったな。これプリンスがやっぱいるとエリジェが止まっちゃうので、ここでケツゴレ、待って、俺のケツゴレが、ケツゴレ読みがちょっとしくったけど、まあここはね、いや相手の防衛うまくね、ダクネメガゴボンバーとかでそんな守れるっていうぐらい守ってきますね。さあでも僕も耐えます。いやいいテスラスケだ。今プリンス咲いたな、相手これで、これ守れないんじゃない、相手どうなんだろうな、守れんのかな。で僕はこれ守ります。エレジャイである程度ダメージが入るのは確定してるんで、僕はまた守るだけです。さあおウキング起動、ミスってる、あこれ勝ったっすねマジでこれで勝てるからな。単体エレジャイ8コスで倒れます。ナイス。さあクエイクね圏内ですと、まあ、いうわけでやっぱ結構こういう硬い系のユニットがね若干厄介にはなってくる。まあプリンス、まあミニペとかかな。ライトニング型だとね、やっぱライトニングプラスエリジャイのカウンターとかで、まあ、倒すことができるんですけど、まあこのクエイクだとね、やっぱユニットが気持ち残りやすいので、まあその代わりね、ロケット砲 C、スケ、ISP、テスラが回って、まあ、そこでね相手のカウンターも一応軽く回収できるっていうのが強みですかね。まあ、なんで相手がエレジェを何で守りたいか、だから一番エレジェがきついにと相手が裂いた瞬間にもう端前にポイって出しちゃえば、あとは後からロケ砲とか細かいので防衛できるって感じですね。いやこのなんもねえの嫌だな。アイスピとかウッドとかがねえのちょっと嫌です、ね、でこれね、コジョババーてかペッカーだと思うんですけど、ペッカーじゃねえのか、
ペッカですね。さあこれはまあエレキが行かれるけど、このエレキの位置相手うまいですね。キングキドしっかりちゃんとしてますね。これロケット押し僕マジ世界変わるんで残してあげないといけないんですけど、無理でしたね。さあでもしかしたらザップがきます。なのでしっかりロケ砲でカバーしてあげて、うーんいいね。オッケー。ここはまあお互いキング起動でシャアなしって感じですね。でまあエリザイやっぱペッカーね、こうアイスイーとかの遅延効果がないとなかなかエリザイ通すのがむずいので、まあ、こっからはエリザイ出さないですね。一回も出さなくていいと思います。まあ出すとするなら、まあ、いつかペッカー相手が先に出した時とか、まあなんかタイミング見てだと思うんですけど、それまではマジテスラスケウトクエイク取るんで一生回して一生耐えます。さあやべ、相手のマジアチャ、相手のマジアチャ厄介だな。まあでもまあ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 いい受けですね。やばいよ。うわちょっと待って、入りすぎ。おかしくね。相手今のいい攻めだな。なんかこの陸の少なさをもうバレてますよね。あ、そんな気知ってるよって、そんな気知ってるぞって、マジアチェンメしたら絶対きついやつやろっていうような攻めをされましたね今。あと U のゴーストの受けね。さあこうなってくるとちょっとやですね、単体ゴーストですらもう大っ嫌いになりそう。あと端前マジアチェかな、うん来ますよね。さあまあここはちょっと一回防衛クイック挟んじゃう。でファイボ型ですね。最近マジペッカ工場全部ファイボですね。だからまあスケラとかもファイボなんで環境がファイボなんですけど、さあでも相手はね結構調子乗っても端前攻めしかしてこなくなってきてるので、こういうねチャンス見てエレジェイぶっ刺したいな。なんならこれケツエレジェイからの2周目エレジェイ右サイドですね。左サイドはこれもうおとりですね、通んないですね。さあ2周目をぶつけます。であとは一旦耐えます。ヤンキーすぎんだから。でこれは多少ダメージ受けるもののみたいな。エレキがあっち使ってくんねえかな。うわーいいエレキだ。これペッカー回んのか。ペッカー回ると終わるんだよな。いやワンチャンペッカー、うんまあまあまあ、いやちょっとだけ流れは変わったけどほんのちょっとですね。ロケオにファイバー外す。いいザップ、いいザップか。でも何も使ってねえな。いやーでこれペッカいるもんな。さすがに、おワンチャン、ワンチャンない、ワンチャンない。待ってマジでワンチャンある。いやーワンチャンありそう、ワンチャンありそう、ワンチャン。待ってファイブザップ耐えるよな、耐えねえか。ああ耐えねえか、くっそ。いやー相手の序盤のねあれうまかったですね。いかれたな。マジエチャーとかがやっぱきついので、ゴーストの受けがねきついですね。ゴーストというのはマジエチャーの受けがね、両サイ振られた時にもうちょっと上手い防衛がねできれば全然あったね、最後の方もそんな気がしたな。まあなのでどれだけやっぱ耐えれるかも大事ですね。しっかりロケット押し、スケアアイスビテスラ、これでどれだけ綺麗に耐えれるかも大事。エレジェ出してやっぱこうどうしてもカウンターが来るね、こういうペッカとか、まあ、そういった場合のね時にはもうできるだけ綺麗に守りたいですよね。まあ意外とでも回転が早いからねご利用してもいい気がするんですけどね。エレジェ出してペッカ出させて、まあそれもスケアアイスビロケ砲で回収してもう一回エレジェみたいな。まあでも結局エレキと、まあ、ユニットで守られちゃうんだね。まあしょうがない気もしないことはないですね。さあ浮き矢だ、コカッちゃんだ、うん、まあ、ウッド最中か、わかんないですね。とりあえずこのスペルで回しまくっていけばいいんですね。さあアイスイズですね。エレジャイか、エレジャイかクロスですね。どっちだ、クロスだな。いやスケラもあるな。スケラだったらねこのデッキスケラ浮きがね結構きついです。いやでもスケラだったら今打ってると思うんだよな俺。スケラじゃない気がするな。だからいやなんや、なんも来んやんけ。アイスイズバルキリーインドロ、あれインドロ急に、あスケラフリーズか、ス
ケラフリーズ説あるな。んこれはさてはカウンターチャンスな気がする。インドラをぼかしつつ、お熱い熱いで、しかもロケット押しが残ってる。で、あのアイスイズをトルネでこのねエレジャイのところに持っていってあげると、このアイスイズがエレジャイのこのカウンターでね散ってくれるので、これが強いんですよね。エレジャイマジでカウンターが来ないんですよね。さあ1本早くね落っちゃいましたね。激アツ、激アツすぎるなこれね。エレジャイ強え。8個すればタワー折れるですからね。さあで僕はこれスケラ受けがきついので、まあクエイクでねスケラ防衛したりとか、結構なんかそういうこともしながらね結構耐えていきたいですね。相手攻めも僕のは通るっちゃ通るんですけど、相手も防衛が硬いデッキなんでね。さあまあエレジャイ受けは大事かもしれないです。あのインドラボーラーを真面目に受けようとするとやっぱ受けが結構むずいから、まあ、エレジャイ受けとかで楽してもいい気がするな。さあでインドラがねそうリセットされて、あテスラが強い。でまあもしかしたらフリーズが来ない。いやいいですね。このエレジャイで受けるだけで、なんなら俺の方がダメージ入ってるって、そんなことあります？さあちょっとだけね時間稼いであげて、今相手トルネとか使っちゃってね、そんなことしたらこれエレジャイどうすんのよっていうね。エレジャイ守んなきゃいけないけど、スケラも攻めなきゃいけないのよっていうロケット押しがいっぱいいっぱい。よし。いや、ロケ王頼りですからね。ロケ王とテスラでどんだけ耐えれるかみたいなデッキなんでね、これ。さあ、まあそんなわけで、インドラにね、優秀ですね。まあ、アイスピの枠はなので、別に、ヒースピ、エレスピでもいい気はします。どっちがいいかって言われると、どうだろうね。SP だとちょっとキング起動されるのが怖いかなっていうのがあるんですけど、まあこのエレジャイ強いっすね。余裕で勝てましたねと。というわけで、ぜひね、この超高画質エレジャイ、皆さんも使ってみてくださいというわけで、おります。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。